雨です。前回も雨でした。今回も雨で催しが中止になってしまいました。ということはカメラマンさんが雨男なんですよね。はい、ということで今日は芭蕉記念館にやってきました。たくさん勉強したいと思います。江東区についての知識を深めようと今回芭蕉記念館を選んだのには実は理由があります。私の経歴に関係があるんです。松尾芭蕉はご存知ですか？詳しくは知らないんですけれども、うん、私もともと山形で働いていたので立石寺、山寺に登った時に松尾芭蕉の像があって、うんうんうん、静かさや岩に染み入る蝉の声という俳句があるっていうことぐらいは知ってます。なるほど。奥の細道を芭蕉が歩いた時に読んだ句ですよね。はいはい、奥の細道はご存知ってことですかね。奥の細道道ですか。道そのものではないんですけどね、はい、松尾芭蕉が俳句を読んだこの旅の中で作った作品、俳句集の作品なんですけど。すいません、詳しくなくて。でも面白いのはその奥の細道はご存じなくても、はい、その立石寺 の、はい、その岩に染みる蝉の声の、句は知られてるっていうのがちょっと面白いなと思って、はい、この江東区深川ですとやはり深川で読んだもう有名な芭蕉の句、古池や川津飛び込む水の音という、うん、この句はご存知ですか？初めましてでした。もう江東区の子供たちだったら皆さん知ってるっていう句なんですよ。はい、私の馴染みは静かさやの方だったんですけど、うんうん、はい、こちらの江東区の皆さんは古池屋の句が有名と。でまあ、それは聞いてと思ったのはやはりの芭蕉というのは奥の細道、まあ、だけではないんですけど、うん、もう日本各地を特に東日本中心に旅してたと。でそのそれぞれの地域でいろいろな有名な句を読んでるんですよね。で奥の例えば奥の細道の最後の地である大垣では蛤の二見に分かれ行く秋蔵という句を読んでると。そうするとやっぱり大垣の人にとってはその句がとても芭蕉の句といえばハマグリの句でしょってなるように、はい、その地域によってその覚えられている句というか印象に残っている句が、まあ、変わるってところは芭蕉らしいなと思いましたよね。やっぱ旅に生きた漂泊の俳人と言われてまして、いろんなところに行って句を読んでるので、まあ、そういったところもあって山形からいらした方だったら立石寺とかそういう印象が変わっているところなのかなとちょっと今聞いて思いましたね。これまで俳句にほとんど興味がなかった私ですが、斉藤さんのお話を聞いていると松尾芭蕉にとっても興味が湧いてきました。というわけで深川と芭蕉のゆかりがわかる展示について斉藤さんに教えていただきました。斉藤さん、はい、こちらは、はい、何でしょう、カエルですか？そうですね、はい、こちら、はい、まあ、書いてあるけど芭蕉居合の石のカエルと、まあ、伝となってますけど、言われてまして、この松尾芭蕉が住んでた芭蕉庵の中の、古池のあたりにですね、この石のカエルを松尾芭蕉が、置いてでそのめでていたというふうに、まあ、言われている、ものでして、こちらですね大正6年に深川で高潮があったんですね。でその時に今現在の芭蕉稲荷神社という時はの万年橋のたもとにある神社のところあたりから出てきたもの で地域の方がですねこれを発見して、で、まあ、今でこそ我々深川、の芭蕉庵江東区にあってということ有名ですけど、はい、まあ、そのちょうど今の大正時代ぐらいの頃には忘れられかけてたんですね。でそれをこの地域の人たちがこれを見つけたことで記憶が呼び起こされてですね、芭蕉が私たちが住んでたこの町に昔住んでたんだと、有名な松尾芭蕉がそのことを忘れないように史跡として大切に保存していこうっていう、そういった機運が高まるきっかけになったものなんですね。まあ、実際に松尾芭蕉の芭蕉庵で本当にこれが置いてあったかどうか
まあ、要検討というところであるんですけど、でも地域の人たちはそれを信じて、そう思って松尾芭蕉の史跡を守これ今まで守ってきたという意味では、とても江東区にとっては大事なものでして、江戸時代の貴重な歴史のある場所であるということで、今も保存されているということですね。実際にこんなに大きいカエルっているんですかね。これは実際 の化石とかじゃないので、これあくまで掘り物で、これぐらいになったら相当長生きなカエルですね。実際にはなかなかここまで大きくならないでしょうけどね、はい、ぜひ窓の深川の街歩いてると、たまにカエル、今も庭にカエルいますので。そうなんですか。ぜひ、カエルぴょんぴょん跳ねてます。もう春になって、冬眠から覚めて、はい、いますので、ちょっとぜひ場所案とか、この場所、記念館の庭も探してみてください、はい、こんな大きなカエルはいるかどうかわかりませんけどね。さすがにないですよね。おバカな質問ですみませんでした。芭蕉記念館では4月23日日曜日まで、芭蕉と江戸小紋、深川にあった文学サロンが開催されています。芭蕉庵に集まった弟子や芭蕉を支えた人たちにスポットを当てた展示です。ぜひご覧ください。